三条努力を積み重ね大きな信頼を築く。三条努力を積み重ね大きな信頼を築く。今回は三条の努力を積み重ね大きな信頼を築くを説明させていただきます。ビジネスにおいて信頼関係というのはとても重要です。しかしその信頼関係はすぐに得られるものではなくて、日々の積み重ねがとても大事になってきます。それを日頃から意識していこうというのがこの第三条です。具体的には歳時徹底という言葉を意識しています。お客様との間で何か表向きのものだけを意識するのではなくて、お客様が見てなくてもしっかりと決められたことを守っていこうとか、社内でも同じだと思います。上司の前だけではなくて、上司からの約束は見ていないところでもしっかり守ると、そういった姿勢が信頼を勝ち取っていくのではないかなと。現場でも品質管理を日々徹底することで、お客様に商品が届いた時に信頼を得られるということで、歳時徹底を重んじています。もう一つは、頼まれ事ははいの姿勢からと。頼まれ事は試され事という言葉もありますが、自分の都合でこれはちょっと今忙しいのでダメですとか、そういった返事をするのではなくて、まずははい分かりました、はい喜んでという姿勢から頼まれ事を受けて、その上で私は今こういう事情があるのでというのを相談していくと、こういった姿勢を日々実践することで信頼を築けていく。だから意識していこうということです。以上のようなことを意識して努力を積み重ね大きな信頼を築いていこうというのが第三条になります。